自民総裁選巡り、河野氏、待ったような質問控えていただきたい。苦慮辞任の考えなど問われせず。河野太郎デジタル総衆院15区は23日の閣議後のオンライン会見で、9月に予定される自民党総裁選をめぐり、出馬について最終判断する時期や、出馬表明前に閣僚を辞任する考えがあるかどうかを問われ、何か物事が決まっているかのごとくの質問は控えていただきたいと制する場面があった。河野氏は6月下旬に自身が所属するアスマ派を担いる麻生太郎副総裁に出馬への意欲を伝え、理解を求めたとされて、会見では茂木派重幹事長が22日に総裁選への出馬可否を9月上旬までに判断する意向を示したことを意外に、河野氏に対して、いつ頃に最終判断したいと考えているか、出馬する場合、現職閣僚として表明前に閣僚を辞任すべきか、その必要はないか、質問が飛んだ。河野氏は表情を変えることなく、出馬への態度を明らかにしなかった。自民党総裁選、ポスト岸田、プーだっての出馬表明未だゼロ。令和のアッチコーシュトリ批判を意識か。9月に予定される自民党の総裁選挙。ポスト岸田と呼ばれる候補は水面下で動きを見せるものの、なかなかあだっての出馬表明はありません。そこにはある言葉への恐怖心がありました。今日、自民党の茂木幹事長が9月の総裁選への対応をめぐり、踏み込んだ発言をしました。自民党、茂木茂氏が幹事長。例えば、若手から押されてすぐに総裁選に手を挙げることがあるかと、こういうことだったと思いますので、私が最初に手を挙げることはないと、自民党総裁を支える幹事長の立場として、最初に出馬表明することはないと明言したので。この発言には背景があります。それは12年前、石原の幹事長、谷垣さんを支えるために政治をやってきたわけでは決してない。日本国を何とかしなければならない。自民党を何とかしなければならない。当時の石原幹事長が谷垣総裁を押しのける形で総裁選に出馬したところ、平成の海しこしてると批判されました。麻生太郎元総理大臣。石原さんという人の出馬があったからこそ、谷垣が出られなくなったんじゃないの。平成の明治公祝。あまり入りがなざくないよう、この人は当分いただくことになると思うけど。当初、本命候補と見られていた石原氏でしたが、批判が影響して急失速し、3位に。茂木氏は、その石原氏の選挙責任者でした。自民党幹部、茂木さんは、令和の明治公祝になるような真似はしない。他にも、ポスト岸田候補には、現在、閣僚として岸田総理を支える河野デジタル大臣、河内経済安保担当大臣が今、河野太郎デジタル大臣、中、出馬をされる場合、現職閣僚として表明前に閣僚を辞任すべきかどうか、何か決まってるかのごとくの質問は控えていただきたいと思います。二人とも周辺に対しては出馬への意欲を示しているものの、俺だって発言しないのは、こうした挨拶公式批判を意識しているためではないかと見られている。ポスト、岸田候補側近議員。岸田さんが総裁選に出るとなれば、閣僚や幹事長に対して、役職辞めてくださいと言って交代させるだろうし、総裁選に出ないとなれば、その瞬間スタートする。岸田総理は、しばらく総裁選への態度表明はしない見通しで、最初に出馬表明をした人が損をするという、後出しじゃんけんになる可能性もあります。政権維持へ政策邁進全面。岸田首相集中的に視察会議。岸田文雄首相が各地の視察や閣僚会議の創設を集中的に続けている。自民党派閥の裏剣事件で傷ついた政権を立て直すため、政策課題に邁進する姿勢をアピールするのが狙いだ。9月に想定される党総裁選での再選を視野に入れる。首相は24日に北海道を訪問。次世代半導体の国産化を目指すラピダス、東京の工場建設現場を視察する。
政府は半導体を経済安全保障上の重要物資と位置づけており、重点的に支援する方針を打ち出すとみられる。東京都町田市や自見受験も今月中に訪問する。町田市では子ども子育て支援、自見受験ではデジタル化を進めて地方の活力を引き出す。デジタル永遠都市構想に関連した発信を検討している。19日には長野県軽井沢町を訪れ、国産の間伐材を使った会員制の価値別荘を視察。廃棄される製品や原材料を再活用する循環経済サーキュラーエコノミーを推進するため、関係閣僚会議を設けて、月内に初会合を開く方針を明らかにした。障害を理由に不妊手術を強いた旧優生保護法を憲法違反とした最高裁判決を踏まえ、全閣僚参加の会議も近く創設する。偏見や差別の根絶のため、教育啓発活動の強化に政府一丸となって取り組む姿勢を示す。19日は軽井沢で経団連の夏季フォーラムにも参加し、応援でひたすら政策実行に注力する。これが私の責任だと強調した。相次ぐ視察に関し、首相周辺は今後に向けて新しい視点を取り入れたいと語り、総裁選後の政権運営を見据えたものだと出す。対中政策への影響注視。米大統領選で味方工作も、日本政府バイデン米大統領の大統領選からの撤退表明について、日本政府はどういう展開になっても対応できるよう準備すると冷静に受け止めている。民主党、共和党、いずれの政権でも中国を睨んだインド太平洋地域への関与が継続されるよう、米側への働きかけを続ける方針だ。日米同盟は我が国の外交安全保障の基軸だ。今後の動きを注視したい。岸田文雄首相は22日、首相官邸で記者団に講が。首相は4月に米国を公式訪問し、反対されるなど、バイデン氏と関係を築いてきた。政府関係者は撤退について、法廷の範囲内と折り向き冷静を装っているが、閣僚経験者は、トランプ前大統領の再登板リスクには、戦前交渉としていると見構える。バイデン氏は、就任以来、中国を警戒し、インド太平洋地域への関与を強化。首相と韓国のエンスケ大統領を、ワシントン近郊のキャンプデービッド山荘に招くなど、北朝鮮対応でも、同盟国との足並みを重視してきた。外務省幹部がインド太平洋地域への関心が強かったと評価するバイデン氏の撤退に、政府高官は米国の外交政策に影響しかねないと指摘した。次期大統領が就任するのは来年1月で、レームダック死に系の懸念も広がる。相手が官房長官は22日の記者会見で、日米両政府間でしっかり意思疎通し緊密に連携していくと強調した。バイデン氏が大統領選の民主党候補に推したハリス副大統領に関しては、政策面では大統領を継承する首相周辺の見方が逆ら、一方でリーダーシップを発揮しているイメージはない、未知数だ、政府関係者との評も上がる。バイデン氏撤退に先立つ20日、自民党の志位ポシュー幹事長は、核トラに近くなってきていると述べ、トランプ氏が返り咲く可能性が高いとの認識を示した。大統領選に関する政権内の見方は交錯しており、政府としては選挙戦を注視するしかないのが実情だ。岸田首相、総裁選飛びか警戒か、撤退圧力、日米で類似、バイデン米大統領の大統領選撤退を受け、日本政界では9月に自民党総裁任期の満了を控える岸田文雄首相の去就に改めて注目が集まる。バイデン氏と同様に、首相も総裁選不出馬を求める民意の圧力にさらされており、周辺には米国からの飛び気に警戒感が漂う。首相は8月のお盆明けにも総裁選対応を判断するとの見方があり、自民内の動きがじわりと本格化しそうだ。バイデン氏と首相の置かれた政治状況の類似点を指摘する声は少なくない。バイデン氏には2日の米連邦議会民主党から撤退を求める声が続出。大統領選と同時に投開票される上下両院選でもつずれになりかねないとの懸念が背景にあった。
日本でも来年夏に参院選、来年10月に衆院議員の任期満了が迫り、内閣支持率の低迷に行き、危機感を強める自民内に首相への退陣要求が渦巻く。こうした中でのバイデン氏の決断に、日本政界にはさざ波が立つ。デフ関係者は、選挙の顔を変えればいいという声が自民でさらに強まるかもしれない、と指摘。ある現役閣僚は、総裁選への影響は注視しなければいけない、と話す。バイデン氏の場合、トランプ前大統領という共和党の強力な対抗馬を相手に、法令不安を急拡大させたのに対し、日本の野党は、政権交代の受け皿としてまとまりを欠いており、首相の健康状態にも特段問題は伺えない。首相周辺は、日米は文化も違う。両者を並べるのはおかしいと述べ、米国に触発された対人論の高まりを牽制した。首相自身は、タクキンらと再選に向けた意見交換を重ねており、周辺にはむしろやる気をかきたてられたのでは、との声もある。とはいえ、自民では地方組織にも対人論が広がっているのが実情。公明党関係者も、うちで首相続投を飲む声はゼロだと言い切る。首相に批判的な自民中堅は、党の会議で辞任要求すれば面白くなると、次なる位置、手をほのめかした。